どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、余った外貨紙幣やクオカード、ビザギフトカードなどをですね、プリペイドカードにね、チャージできるフォレットプリペイドカードというね、サービスを紹介ね、していきたいなと思います。このポレットっていうね、プリペイドカードサービス、皆さん知っておりますかね？ポイントサイトハピタスのね、トップ画面なんかにも載っているね、このサービスなんですけども、ポイントサイトハピタスのポイント交換っていうのは、月ね、3万ポイントまでしかね、交換することができないわけなんですけども、このポレットのね、プリペイドカードにはですね、3万ポイント以上ですね、交換することができまして、上限ね、30万ポイントまでね、交換することができたりするんですよね。で、このポレットというね、プリペイドカードサービスは、ポイントサイトからのポイントもプリペイドカードにね、チャージすることができますし、またね、先ほど言ったクオカードとか、ビザのギフト券とかも買い取りをしていただいて、その買い取り金額をですね、プリペイドカードにですね、チャージすることができるっていった形になってるんですよね。まあそれ以外にも外貨紙幣であったり、CD とかね、DVD とか、まあハガキとかね、年賀状とかそういったものもですね、買い取りしてくれて、それをね、プリペイドカードにね、チャージしていただけるということで、結構ね、便利なサービスなんですよね。でですね、このサービスをね、初めて知った時にですね、クオカードとかビザのギフトカードとかね、外貨紙幣っていうのも私ね、結構持っておりまして、いや、すごいいいじゃないかこのサービスと思って、早速ね、金券チャージって言われるんですけども、こちらをね、利用しようと思ったんですけども、こちらね、クオカード500円分の買取金額なんですけども、まあ、買取金額は400円っていう風になりまして、またね、郵送手数料っていうのが180円かかりまして、まあ、こちらはね、1600円以上ね、利用すれば無料になるわけなんですけども、チャージ合計金額ね、見ていただきたいんですけども、220円ということで、500円のクオカードを買取に出して220円ってめちゃくちゃ良くないですよね。で、これを見た時にですね、いや、これはさすがにね、500円分のクオカードが220円となるとちょっと厳しいですよね。ちょっと買い取りに出す気もですね、なくなってしまうぐらいのね、買い取り金額ですよね。で、これを見た時にちょっとこれはね、厳しくて利用しづらいなっていうふうに思いまして、ちょっとそれからですね、完全に気にしてなかったわけなんですけども、2021年5月30日現在ですね、こちらのポレットのプリペイドカードサービスっていうのはですね、お友達紹介キャンペーンをね、やっておりまして、こちら紹介コードをですね、入力していただくと500円分のね、残高がもらえるっていうね、キャンペーンが行われているんですよね。ですので、このお友達紹介キャンペーンをですね、利用すればですね、こちら先ほどのね、クオカードのね、買取金額もう一度見ていただきたいんですけども、合計チャージ金額は220円になりますよね。ですけれども、このお友達紹介キャンペーンをね、利用すればですね、500円分の残高がね、もらえるっていう風になりますので、220円プラス500円ということで、こちらね、クオカード1枚出すだけで720円分のね、残高がいただけるっていった形になるんですよね。まあ500円分のクオカードが720円分のプリペイドカードチャージ残高になるのであればですね、結構お得ではないのかなっていうふうに思いますので、今回ね、動画を作らせていただいたっていう感じなんですよね。で、こちらの500円分の残高がもらえるお友達紹介キャンペーンの詳細なんですけども、友人知人から紹介コードをね、いただきます。で、私の紹介コードもね、ちょっとここら辺に出しておきますし、概要欄にも載せておきますので、利用されたい方はですね、そちらからね、利用してください。で、次にですね、このポレットのスマートフォンアプリをね、ダウンロードしていただいて、登録画面ですね、こちらのね、紹介コードを入力していただきます。で、その次にですね、モノチャージもしくは金券外貨チャージっていうのにね、申し込んでいただきます。で、このモノチャージっていうのは CD であったり DVD であったりね、ゲーム機であったり、そういったものですね。で、金券外貨チャージっていうのは先ほどのクオカードであったり外貨紙幣ですね、こちらを買取にね、申し込むっていった形になります。で、チャージが完了するとですね、こちらのお友達紹介キャンペーンの500円分の残高をね、もらえるっていった形になります。で、こちらのね、お友達紹介キャンペーンなんですけども、2021年5月31日までということで、
今日ね5月30日ですよね。ということで今日明日しかねこのキャンペーン行われてなくてですね、申し込み自体を5月31日までにしていただければですね、こちらお友達紹介キャンペーンの500円分の残高はね付与されるっていう風になりますので、もし利用されたい方はですね、買取申し込み自体をですね5月31日までに利用していただければなという風に思います。でこのポレットのねプリペイドカードなんですけども、バーチャルカードと物理カードね2種類あるんですよね。でバーチャルカードの方は発行自体はね手数料かかんないんですけども、プリペイドカードのね物理カードに関しては500円のね手数料がかかるっていう風になりますので、まあどちらを利用するかっていうのは人によってねお好みにはなるわけなんですけども、物理カードはね500円の手数料がかかるっていう点はですね覚えておいていただきたいなと思います。一つね注意点なんですけども、金券に関してはですね送る前に事前に金額はいくらっていう提示が見れるわけなんですけども、 CD、DVD、ゲーム機とかねそういったモノチャージと言われるものの買い取りに関しては送ってから向こうで査定が入るっていう風になりますので、事前にねこれはいくらですっていうのがわからないっていった形になりますので、もしね送っていただいてやっぱりこれ売りたくないってなった場合ですね、返送料がねかかってしまいますので、もしねモノチャージっていうのを利用する予定のある方はですね、この点をね注意して利用していただければなというふうに思います。でこのポレットのね話自体は最初ね私の YouTube の紹介案件として話が来たんですよね。まあね紹介していただけるといくら分払いますみたいなね、そんな案件で来たんですけども、ちょっとねその話はね断らせていただいて、まあサービス自体はですねこのお友達紹介キャンペーンがやっている間であればですね利用する方にねメリットがあるかなっていうふうに思いまして、今回ね動画作らせていただいているわけなんですけども、ちょっとね普段のこのポレットのサービスに関してはお友達紹介キャンペーンで500円分の残高がねもらえるのであればお得になるっていう風になるわけなんですけども、こちら普段のねお友達紹介残高がねもらえない時期にね関しては、先ほどね見ていただいた通り500円のクオカードが買取金額220円ということで、かなりねもったいないですよね。ということで普段はですねこちらおすすめできないんですけども、このお友達紹介キャンペーンがねやっている今であればですね利用するのもね額面以上にですね残高もらえるっていう風になりますので、おすすめっていった形になるんですよね。ということで、まあ、今回ねこのポレットのね案件自体ね紹介させていただいておりますけれども、1円もねいただいておりませんので、ご安心していただいて利用ねしてみていただければなと思います。このお友達紹介キャンペーンについてはですね、こちらを利用しないと500円分の残高がですねもらえないっていう風になりますので、私の紹介コードをね利用していただくと100円分ね私の方にポイントが付与されてしまうっていう風になりますので、利用される方はですねこの点もねご了承いただいた上ですね利用してみていただければなと思います。私もですね2019年にダイヤモンド収容でね結構海外行かせていただいて、その時のね外貨支援の余りだったりキャンペーンでもらったねクオカード、その他にもですね CD とか DVD とかねすごいたくさんあってですね、まあいつかね処分したいなっていうふうに思っておりまして、で処分するんだったらまあメルカリとかですねブックオフみたいなねそういったところにいつか持ってこうってずっと思ってて、ずっと眠ってるんですよね。ということで私もね今回このお友達紹介キャンペーンを利用してですね、まあ、ゲーム機だったり CD とかね、まあ、そういったものをですね全部ね買取にね出したいなというふうに思ってるんですよね。この CD とか DVD とかゲーム機に関してはですねポレットの方から箱がね送られてきて、それに物を詰めてですね宅配業者に渡すだけで、あとね査定していただくっていった形になりますし、金券に関してはですね封筒が送られてきて、それに金券を入れてポストにね投函していただくだけっていう風になりますので、もしねこういったものがねお家に眠っているのであればですね、まあ買取金額はですね先ほど見た通りそこまでね高くないっていった形にはなるわけなんですけども、手間自体はですねかなり楽かなという風に思いますので、気になる方は利用ねしてみていただければなという風に思うんですよね。私もねこの機会にですね CD、DVD、ゲーム機その他ね一緒にね全部送っちゃおうかなっていうふうに思っておりますので、ご自宅にねそういうものがある方はですね利用してみていただければなと思います。
ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録、ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。